どうも、今日は筋肉痛要注意の下半身トレーニングです。僕は3日間も下半身バッキバキになりました。で、5種類のランジを20秒ずつ100秒間ぶっ通しで行っていきます。セットの間は1分間の休憩を挟みます。まずはランジのスクワットです。これですね。はい、始まります。回数は各自のペースでお任せします。次は歩幅を狭くして行います。できるだけ上半身が前に倒れすぎないように意識します。で、膝が前に出ないようにしっかりお尻を使いましょう。次は交互に足を一歩前に出しながら行います。下半身がもう結構きつくなってきてると思うんで、しゃがんだ時に体がぶれないように体幹、特にお腹周りをも使いながら、行っていきましょう。次は同じように後ろに一歩下がって行います。もうしっかり下ろす。で、これをしっかり意識して頑張りましょう。最後は足を入れ替えながら、またそれもジャンプしながら行います。はい、もう結構きついと思うんですけど、まあ、ちょっとでもいいんでしっかりジャンプしながら頑張ってください。はい、1分間休憩です。次の1分間もまた同じ、5つのトレーニングですが、最初の2つはさっきと反対の足を前にして行ってください。最初にも言いましたが、回数は任せるんで自分のペースで行ってください。はい、次は、歩幅を狭くしたバージョンです。はい、足を一歩前に出しながらのトレーニングです。しっかり、下ろして戻ることを意識してください。はい、次は後ろです。はい、ラストジャンプになります。はい、ラスト5秒です。はい、以上が今日のトレーニングですが、下半身をかなり、酷使したので、
過去のストレッチ動画を見ながら、ストレッチもしっかりして今日のトレーニングを終えるようにしてください。はい、以上お疲れ様でした。